はい、信長の野望 3DS 版続きをプレイしております。現在は58年の11月となっております。前回ですね、中国地方統一目標達成しましたので、今回から新たに九州統一へ向けて動き出しております。期間が4年62年の9月までに4つの城ですかね、していかなきゃいけない状態なんですけども、まずはちょっと見ていきたいんですけど、ここですね、大友軍団が動き出しました。この多分この市場を狙って動いてるんですね。これは非常に厄介で、あとここですね、建設を始めましたんで守りを固くしようとしてますね。前回の考えではもう早速ね、ここの佐賀城を落とせるんじゃないかって高をくくってたんですけども、ちょっと厄介な状況になりつつあります。まずはちょっと手動で分断の動きを済ませてから具体的な対処に移りたいと思います。で、現在ですね、目標この、どうだったかな、高峰城か、高峰城にですね、第二軍団が来てるはずなので、この軍団をね、急ぎ設定いたしまして、向かわせたいんですよね、九州地方に。ただ間に合わなかったな、ちょっと厄介っすねこれ。さあ急ぎ間に合わせたい、全然間に合わねえとなると、立花山城にいる軍勢で守るかつ攻めなくちゃいけない。まずはちょっと下の市場ですね、鉄砲は打てるメンバーとそこそこ戦えるメンバーを集めて、こんな感じかな。地をベースにしてやってみますか。たらきついな。いや厳しいっすね、3人だな。問題はね、1ターンであの市場に入り込めれば防衛のチャンスがあるので、ちょっとそれを試したいんですけど、仮にこれが鉄砲隊だとして、これは向こうのお城に十分あるんで、まあ、最低限持っていければどうだ、届くか、あ届きますね。そしたらこれで移動しちゃいましょう。これで OK、 兵士と兵糧は十分あるんで守りきりたいと思います。そしてですね、敵の建設も待ってられないので行きます。ここも主力全部つぎ込んで行きます。いやー、こんなに焦ると思わなかったな。めちゃめちゃ怖いわ。跳躍かける暇もなかったな。今回でもまだ敵の防御度がね、完全に固まってない、今はチャンスだと思うので行きますこれ。 OK、 取り付いた。で、守りはね、この第二軍団が到着すればなんとかなるっていう風に算なんで見たいと思います。それじゃあ早速成果、冬です。あー、お雪だ。お、よしよしよし、いいですよ。そうしましたら、まずは第二軍団を、場合によってはこっちに行かせててもあるか。はいはいはい、面白いね。
これだね。あえてこっちに行っちゃうって手もあるな。これ出てますもんね。ここは明智で引きつける。こいつは多分引っかかってますね。じゃあ行きますかね。これ多分外に出てる部下が多いですから、これ非常にチャンスですよね。これ落としちゃえば OK。 運送時は十分無力化できるんじゃないでしょうか。ナイス、門の近くです。なるほど。内容はね、あ、一人いる、ラッキー。ああ、以前引っ掛けたやつ、ラッキーですね。そしたら行きますか。48、うん、勝てる見込み出てきましたね。やっぱり素早い兵の運用は勝利への鍵でございますな。 OK、 いいですよ。内側に注意がいった瞬間にもう叩きに来ますからね。開いた。2日目には城内潜入です。あー間違えた、結構待ちた。ナイスか。 OK、 勝家が突入します。小田軍勢いありますよ。小田軍勢いあります。猛然と突っ込む。いいです。やっちゃうね。進めるよね。敵の士気はガタ落ちです。オッケーオッケー、どんどん行きましょう。誰、別の参加、どんどん行っていいよ。さあ、一旦引きます。えい、いや、ちょっとこれ待機だね。さあ、どんどん行ってくれ。これ開くでしょう。よし、開きました。これは有利。長槍に変える前に突っ込みましょう。
中の出番はないので、さあ囲みましたよ。開いちゃった。OK。圧倒的優勢です。よしよし。抑えました。佐賀城攻略したり、さてと、わ厳しいね、厳しいっすね。大名ですか。一旦解放だね。よっしゃ、竜蔵寺家滅亡です。でかいですよ。続いてあえてになろうのはこの下だね、熊本城ですかね。武将が2名落とせますね。でここはね、独立勢力になりましたね、さっき逃がした人がすごい浪人ばっかり。織田軍嫌いですか。うわすごいどうせ仲間にはならんからな、ほっときましょう。そしてここですね、これはまあ次ちょっと大友軍の出方を見たいと思います。でその隙に、佐賀城からさらにこちらですね、熊本城へ向けて進軍しておきたいと思います。もう入っときましょう。そうだな、ここから戦略物資をさらに送り込みましょう。熊本城へ向けて登場できる分の兵士と道路は残しておきます。ここはいらん。鉄砲か、難しいっすね。後から送ってもらおうかな。500兆だけ補給のためにも送っときます。ゲイン、さっさ、立花山城にも補給に行ってますね。それじゃあですね、立花山城にちょっと鉄砲を送る算段を考えて実行したいと思いますので少々お待ちを。はい、なんだかんだでかき集めた鉄砲を今天神山から立花へ向けて輸送させておきます。それじゃあですね、東側もちょっと見ておきたいと思います。ちょっと今ね、九州の方忙しいんでね、東で大きく動くつもりはないのですが、念のためね確認しておきたいと思います。細かい回収を続けて、よし最大になりましたね。内政がね一段落したらどうですかね。ちょっと北への足がかりにこの辺ですね、芦名、そして柴田城を改めて取り返すっていうのもいいかもしれないですね。それか佐竹か、なるほど、佐竹もありですね。土壌はいいですかね。なんとなく様子を伺っておきましょう。なかなか強いな、鉄砲が1000丁もありますよ。有効歩道が70なんでね、攻めてくる気配は基本的にはないので、のんびり行きたいと思います。それじゃあですね、九州地方を様子見ながら静観です。あ、来ましたね、来ました大友だ、大友軍だ。
そうですね、ここはフルに出てもらってなんとかするしかないね。裏切らねえかな、大丈夫だろ。総大将はどうするかな。ここはやっぱり銅山に行ってもらいましょう。さてここが重要。ベースはね、特に明智の鉄砲隊を基準として守りに行きたいと思います。最前線の2人には足柄2人いるかな。いやでも鉄砲隊もいますな。 OK、 こんな感じ。さあどうやって守るかだね。結構厄介っすよ。でここに足軽部隊を配置。やべえ、もう開いたよ。長い間慎重にね、慌てていかないよ。雨さえ降らなければ勝ち目はあると思うんです。明智強い。後ろが、あー雨降りましたか。厄介。こうなるとこっちは何もできません。やばいです。少しでも進行を遅らすしかない。OK、やんでくれ。よし、晴れた。大名を最終的には狙い撃つっていう手もあるんですけどね。まずは今で叩けたいと思います。いけますね、これ。イエイ。これ大名撃っとくか。1000もいますもんね。あ、いた。来たよ。さて雨です。国地か。やるしかねえ。くぅ、晴れない。くぅ、やばいよ。天候に負ける。やられた。よし、晴れた。どうする。519でしょ。まずは身近な国地か。国地か撃ちましょう。オッケー。オッケー。ここは我慢。いい勝負。いいよ。今の国地下は兵数が減ってますから、ほんとチャンス。うん、厳しい。さて、取っちゃうな。これ鉄砲。仕留めた。OK、 なるほどなるほど。もう一丁、ナイス。 OK です。これも普通に
待機だね。大丈夫。さて、お見舞いしてやれ。 OK です。完全にこちらのペースですぞ。いや、ここはアタックかけちゃおう。逃げるんじゃねえ。逃げたね。伸ばさないよ。捕まえました。守りきりました。切るには惜しい。大友先生ですか。初段したいとこですけどね。ダメだな。切れん。お、木下。さあさあ守りきる。そして奪い取ることに成功した。いい感じです。さてと、ここですね。チャンス。次には戻ってきちゃうかな。いや、でも第2軍団兵糧十分与えてありますから、いきますかね。どんどんちょっとでも届かないか。そしたら一旦ここで体勢を立て直したいけど、ここだとでもあれだな、後方拠地になっちゃうんだな。難しいっすね。いや、でも一旦ちょっと立て直すか。よし、落ち着いてきました。さあ、熊本の様子見てみます。罪状が2、罪状1か。もうこれすぐ行くべきですね。分かりました。じゃあ軍団を結成したいと思います。やはり信長氏を筆頭に。あ、酒井さんこんなとこまで来てるんだ。これはでも第二軍団に回したいですね。やはり、そっか、明智の代わりに秀吉を入れよう。小早川も入れたいな。牙が得意な人が一人ぐらいいるといいんですけどね。よし、じゃあこの分断で組みます。じゃあ取り付きましょう。どっちがいいんですかね。上か右かわからないな。次に攻撃しちゃいましょう。で、ここはですね、内政かけときたいと思います。慌てて軍備増強してんだな。まあ、いらないっすね。松山城に来ております。
だいぶ安定はしている感じですね。なるほど。周辺の内政も徐々に整いつつある感じです。まあ有効度が高いせいか周りの動きもまだないので、とりあえずは九州攻略に専念しておきたいと思います。ここがちょっと心配。すごい兵力だ。さあ見てみましょう。お、わあ、厄介だな。すごい。さあ来ましたよ九州。さあ織田の一軍が取り付いております。罪状がたったの2名なので、まあ攻め取られる心配ないと思います。一方こっちですね。あー戻ってきちゃったね。兵士が7400、防御度が100、行動が10か。鉄砲が138っていうのは攻めやすい条件ですね。これじゃあ改めて軍団を再結成して油断のない戦いをしていきたいと思います。それでは大友の領内に攻め込みたいと思います。でここからはさらにですね、できる限りのことはしておきたいと思います。なるほど、この辺は狙い目だね。あー厳しい。うわダメだね、仲が悪い。子供かな。 OK です。さあそれじゃあ行きますかね。織田軍を動かしたいと思います。なるほど、入り口には近いところ取れましたね。来ました秀吉勝家実家。お、 OK ですかね。さあここは仕掛けたのは誰もいない。あれ2人のはずがなんでこんなにいんの。あ、足軽か。失礼しました。ここでございます。武将がいない場合は足軽を頭にできるんですよね。みんな鉄砲持ってるこれ。さあなんと村上さんがこんなとこにいるとは。はい、というわけで肥後熊本城を攻略です。さて狙いはここですね。独立勢力にプレッシャーかけに行きたいと思います。
それじゃあ大体いいかな。軽く内省やっときますか。それじゃあ静観したいと思います。いや春ですね。早い。あ、まさか国近さんが入ったね。木の稲城の話をしてしまいました。どうすかね。ほうほうほう、筒井純慶続々と出てきたね。お、竹中半兵衛。さあ、一通り武将が集まってきましたね。どうしよう。大友軍との決着がつくまでは様子を見た方がいいかもしれないですね。次がここですね。島津。島津家はめちゃくちゃ強い。鉄砲5000、武将21名。これは手ごわい。しかも一人一人が非常に強い武将ばかり。これは厄介。ちょっとやっぱり細かい作戦を練らないといけない気がする。結構熱いですよね、ガードが。3つも持ってんだもんな。そうなるとここかな、人吉城。ちょっとここ狙い目かな。どうしますかね。一旦ちょっと省略で様子を見てみましょう。いや、これかなり時間かかりそうだな、攻略。ただ戦場に出てくるかどうかは別問題だ。 OK、 この辺は無理かね。もろもろ内政も見てきましたので、こちら松平軍の動きを見たいと思います。大友の船井城ですかね。攻め込みたいと思います。扉がどこにあるの。ここですか。近いですね。いやー難しい。これは早速仕掛けていきましょう。あんまりいい位置じゃないな。 OK、 正攻法では勝てないですからね、こんな城は。 OK、 この隙に門を。硬い、めちゃめちゃ硬い。やばくないか。結構
人もしない気がする。いやいいね、大丈夫ね。逆に月砲が少ないのは救いですよね。これで打ちまくられたら絶対勝てないよ。内側がおとりになってもらってるうちに少しでも近づきたいです。行くかな。あと1でした。最悪や。耐えるしかない。結構きついよこれ。いいな。やられたね。あ、粘った。ラッキ強いですね。
押し始めた。相手を引きつけて倒したいです。 OK。 よし、いけないね。いや、盛り返してきましたね。厳しいか。厳しいっすね。追い込んでる。もう一息。もう気を閉じる。狙いチャンスなんだが、大きな一対一になっちゃったな。こじる。もうちょい倒した。追い詰めましたね。内情攻略です。ただ正直ここまでは前哨戦みたいなもんですよね。スが厄介だよ。籠城されたら勝てないぞ。はい、大友家は滅亡でございます。ということで第2軍団と第1軍団でいよいよ島津を追い詰めたいと思います。どう出るか。まずはあれかな、市場から順番に落としていく感じで様子見ですかね。いや強い強い、あんなに武将がいるんじゃない。柴田城がなびきましたね。意外。さあ、それじゃあ周辺の市場ですね、漁っていきましょう。まずは早速ここ行きましょう。あ、ぼやぼやしててもしょうがない。暴れるな。あれは
めちゃくちゃ混乱してんじゃん。です。これで佐賀周辺も平定です。